はい、どうもキカです。今回はですね、またこちらの企画やっていきたいと思います。ナムコプロオールスターズのほぼほぼ専属 P の私が、このミリ下のねコミュを見てミリオンのキャラクターを勉強しようという企画なんですけども、まあね、私本当に知らないことも多くて、本当ミリオン好きな方には本当申し訳ない的な気持ちはあったんですけども、とってもミリオンの P の方々に温かく見ていただきまして、こう2回目もやる勇気ができたので、本当にそこはありがとうございます。ということで今回はどのキャラを見ていこうかなと思うんですけども、何人か見てほしいとか、あとキッカーさんこのキャラ好きそうかもみたいなご意見をいただいた中で、私が今回見ようと決めたのがね、こちらのキャラなんですよね。この前誕生日だったっていうこともありますし、あと言葉が結構厳しめ、そして何より右下から出たキャラということで入りやすいのではないかと言われて、まあ差し抜い方はわかると思うんですけども、そうです、今回は白石つむぎちゃんを。いつもスーツなのですね。和服もお召しになってみてはどうですか。お召しになってみてはって今時使う子います？いや俺でもこういうやっぱね丁寧な言葉遣いの子はね大好きです。ということで今回はこのね白石つむぎちゃんを見ていこうと思います。金沢で遥たちの公演が終了しって、金沢なんだ。あ、俺勝手に京都だと思ってました、すいません。あ、それにしても社長の知り合いの店だけあっていい着物がね、安く借りられたなと。着物を借りてたんですね、多分このつむぎちゃんの家でかな。もうすぐ帰りの新幹線が出てしまう、急がないと。すみません、ナムコプロのものです。借りてた衣装を返しに来たんですけど。お、来ましたね、つむぎさん。おいで遊ばせ。おいで遊ばせ。いや、いきなりそんなこと言われたらあいにくと今ドキッとしますね。父が留守にしているもので。はいはい、ご用件は私が受けたまわります。いや、よくできた小屋は本当綺麗な子だな。艶のある髪に透き通るような瞳、一度見たら目が離せなくなってしまう。確かに。ナムコプロさん、お貸ししていた舞台衣装ですね。うちの着物、お客様方には喜んでいただけましたか。いや、もう接客としても100点だよこれは本当。いや、外見だけじゃなくてこの、そう、話す言葉、持ってる雰囲気がね、それがいいよね。確かに。やべやべ、変な人と思われた。人の顔を穴の開くほど見つめるのはどうかと思いますけれど。ですよね、うん、本当すいません、確かに。あ、ごめん、君があまりに魅力的でついとか、そんなこと言うの P 大丈夫。あ、危ない人だよ。人を呼びます。ですよねその判断は正しいと思ういや、待ってくれ、ナンパとかそういうことじゃないんだ実はナムコプロでは新しいアイドルになってくれる子を探しているんだ。そうですか、それはまたご苦労様なことです他人事あ、そう、他人事じゃなくて、君はアイドルに興味はないか。え、私が。うん、君を一目見て感じたんだ、この子ならアイドルになれるって。お、どうかな、結構好印象なんじゃない。あ、リツコから電話だ。あ、もう新幹線が。とにかく名刺を渡します。これ興味が湧いたらそこに連絡してほしい、俺は本気だから。あの、どうかな、いきなり言われてもうち。かわいいやばい、素の言葉が出ちゃった、めっちゃ可愛かった、何あのうちとか可愛いっすね、何それ。今日もサンキュープロジェクトのオーディションだが、最近はどうもピンとくる子がいないな、ここからが勝負どころかもしれないなって。やっぱり金沢で会ったあの子、もう一度。
ごめん来るのかな。ごめんあそばせ、すごいな。言われたのですが、あ、来たよ、つむぎちゃん来てくれた。君はあの時の、驚いた、来てくれたんだね。は？ん？どうして君が驚いてるのかな。本気だからと人を誘っておいて、はい、本当に来たら驚かれたことに驚きました。あの時、まあ、確かに あなたは私をバカにしていたのですか。おう、それともあなたがバカなのですか。いいですね、このね、丁寧な言葉遣いの子に蔑まれるのってなかなか素晴らしい。君をバカにしたわけじゃないんだよ。とにかくね、本当によく来てくれたねって。やっぱりアイドルに興味があったのかな。そうとも言えるとは思いますが、そう言い切れるかどうかは分かりません。なんかあるのかな。ただ思い出したのです。ほうほう、すっかり色褪せて霞んでいた幼い頃のたわいもない夢を。なんか幼い頃の夢とかあるんですね。なんだろう、それがそのうち語られることもあるのかな。花沢でお会いした時、あなたは本気だとおっしゃいました。そうだよ。改めて伺いますが、今も本気ですか。はい、今も本気です。本気だよ。君なら間違いなくアイドルに、トップアイドルになれると思う。ですか、よかった。安心しました。いや、こっちもなんかよかった、こんな笑顔になってくれて。天気の手続きも、天候の手続きも済ませてきました。天候？え？今さら嘘だと言われたら、ずいぶんこう、あれ先走る子だな。あ、そうなんだ。で、電話で確認してくれればよかったのに。それはともかく。可愛いところあるな。オーディションはなさらないのですか？あ、オーディション。君のことは直接スカウトしたんだし、必要ないよって。合格おめでとう。なんだ？あ、もしかしてオーディションに向けて練習してきてくれたのかな。結構可愛いっすね。可愛いな。してきたのか。そういえば名前を聞いてなかったねって。それじゃあ自己紹介ぐらいはしてもらおうかな。あ、そうですね。そこまでおっしゃるのでした。ちょっと今度強気に戻りましたね。いいねいいね。それでは白石つむぎと申します。これからどうぞよろしくお願いいたします。はい、つむぎさん、これからもどうぞよろしくお願いします。一緒にトップアイドルになろう。彼女の未来をね、紡いでいきたいと思います。今日は宣材写真の、撮影だが、当の紡ぎがなかなか楽屋から出てこないと。あ、呼んできてみますかね。おお、いきなりでかい。なんだろう。あ、笑顔の練習してるのかな。なんだ紡ぎ、笑顔の練習してたのかって、気合が入ってるなって。普通そこ声かけないだろう。大丈夫か。かわいい。黙って人を盗み見ているなんて。ですよね。最近分かってきたのですが、はい、あなたはきっととてもぶしつけな方なのですね。なんかこういう風にね、厳しいことを言ってもらうためにね、俺は盗み見てた気がする。入ったらね、ちょうど紡ぎがいただけなんだよ。いきなり機嫌が悪いな。でも可愛い。撮影が始まるのですよね。急いで参りましょうか。あ、行きましょう行きましょう。どうかな。あ、笑顔が硬いですって言われてますね、カメラマンに。緊張してますかって。硬いですか。練習したんやけど。ちょこちょこ出るこの方言っていうんですかね、すごい可愛いっす。リラックスしてください。はあ、リラックス、そう言われましても。あ、これちょっとやっぱね、そう、気合が入りすぎてるみたいだ。そうそう、一つね、肩の力を抜かせるためにいいこと言えよ。俺いいこと言えよ、本当。いい調子だから深く考えずに続けてみようって。何度も試していればそのうち慣れるよって。
バッドコミュニケーションやん。エガンが固いと言われたばかりですのに。ですよね、はい。どこがどういう具合にいい調子だとお思いですか？おっしゃることはその通りです。そうだな、どこかと言われると困るけどって強いて言うなら、アイドルへの前向きな姿勢かなって。一生懸命いい写真を撮ってもらおうとしてるから。そんなん当たり前やし。めっちゃ可愛いっす、めっちゃ可愛いんだけど。脳内保管カシャカシャカシャって。脳内保管カシャカシャカシャの意味はよくあるんだけど。あのカメラマンさんナイス今のは。あ、すいません、でもすごく生き生きとした表情だったんでって。いいね、ガシガシ来るねこのカメラマン。私はただ驚いただけで、写真に撮ってもらうようなものでは。あ、そういう、でもね、そういう自然な表情がいいんですよ、本当。そう、その顔もいいですね、いただきますって。すごいな。積極的やな。また変な顔ばっかり。違うぞ、そういうね表情がいいんだよ。あ、そうそう、いい表情だ、その調子。俺もあれだな。そんな当てがいなことを。もう何、当てがいなこととか何それ。めっちゃ可愛いんですけど。いいっすね、方言いいなって。あ、お疲れ様って。今の写真現像してもらったぞって。おかしな顔しているのでしょ。いや、そんなことない。そ半分、いえ8割方あなたのせいです。なんだろう、俺のせいにされてんのにすごい嬉しい。いや、自分の目で確かめてみてほしいなって。これが私。そうなんだよ、こんなにいろんな顔をして。 そんなにね、いろんなね、自分の顔なの魅力があるんだよ。初めて見たような気がします。そっか、そうな、うちこんな顔で。そう、そういう顔もできるんだよ、剣は。アイドルの私。あ、なんか嬉しい、なんか俺も嬉しくなりますよこれ。どれもいい表紙、写真だと思うって。全部使うつもりだ。クライアントによってね、使い分けるとかね、見せ方はいろいろあるしな。そうですか、よろしくお願いします。今日はそのいろいろと大変でしたけど。うん、私がこれだけ恥ずかしい思いをしたのですから、それに見合うお仕事を取ってきてくださいね。うん、頑張って取ってくるよ。ああ、もちろんだ、約束するよ。いや、いい写真撮れたっすね。いや、いい表情ね、いろんな表情が見れて嬉しかったっす俺ほんと。いよいよ紬の初ステージだって。本番直前だが、バックステージに紬の姿がないなって。探しに行きましょうか。お、緊張してるのかな、やっぱし。プロデューサー、あの、私、いよいよだな、紬。もしかして緊張してるのか。なんか当たり前のこと聞くな、俺。聞かないとわからない。ですよね。驚きました。プロデューサーは私のことを、この状況でも緊張しない、豪胆無比の豪傑とでもお思いなのですか。なんかね、それを聞くためにね、俺は言った気がする。そういうわけじゃないんだって、ちょっと確認したまでで。よかった。あなたは時々恐ろしいほど鈍感なご様子なので、もしかしたらと心配になりました。とはいえ、では、あなたの目に私がどう映っているのか知る由もないのですけれど。いいっすね、丁寧な言葉遣いでね、こういう風に言われるのはたまらない。私は普通の女の子ですから。超可愛いんだけど、何これ。します、分かってるよって、初舞台なんだし緊張しない方が珍しいんだ。遠慮なく思いっきり緊張したままステージにぶつかってこい。それもどうか。ですよね。あなたももしかして一応それなりに考えていそうに見えて、何一つ考えていないのですか。うん、そんな気もする。俺も自分で無様なステージをお見せするなんて。それでは
お客様方の期待を裏切ることになります。うん、確かに。それにシアターのみんなにも迷惑。うんうんうん、大丈夫、失敗しないアイドルなんていないよって。緊張しない方が珍しいって言っただろ。つまりみんな緊張してるんだ。今の紬と同じように失敗したらどうしようって思っている。それが分かっていて、その態度、あなたという方はですよね、はい、一体どこまで鉄面皮なのですか。あなたはそれでも人ですか。だが、うん、分かります俺変なことしか言わないな。いや別に突き放して言ってるわけじゃないぞって。みんな同じだって言ってるんだ。みんな一緒に緊張して、もしかしたら一緒に失敗するかもしれない。そんなこと思っても。確かに、うんうん、口に出して言わないでください。でもそう、初舞台っていうのはそういうもんだよって。最初から完璧なアイドルなんてどこにもいない。だから最初からうまくできたらとびきり嬉しいだろうなって、そう思わないか。あなたという方はいいこと言ったか。どこまでも気楽な立ちで羨ましいことです。でもきっとそんなあなただからでしょうか。話してるうちに心配するのがバカらしくなってしまいましたやった、なんか結果オーライ的な感じかもしれないけど、いい顔になったな。はい、いけそうか。おかげさまで。送るのにも疲れましたし、肩の力も良い塩梅に抜けたようです、うん、いいね。それでは。表情も良くなったし、行ってこい。俺もちゃんと見てるからな。は？担当アイドルのステージを見るのは当然のことと思いますけど。あ、なんか今のフラーっていう動きですねまさか見ないつもりだったのですか。いや、そんなんじゃない、そんなんじゃない。いや、そういうわけじゃないんだ。ちょっと確認したまでで。とにかく頑張ってこい。なんか閉まらないな。あなたに言われずとも。ああ、もう結構です。こういう関係性なのかな。それではまた。後ほど。プロデューサーと紬って。少しイメージできたかなって、ステージ成功させて拍手喝采浴びる自分の姿って、みんなのね、記憶に残る素晴らしいページになるだろう。ということで今回はこちらの白石紬さんを見てきたわけなんですけども、あれですね、こう丁寧な言葉遣いな子に厳しいことを言われるのってなかなか癖になりますねごめんなさい、なんか気持ち悪くて。でもこうそんな中でもちょっとそそっかしいところとか、女の子らしいところとか、あと方言とかがねたまに出ちゃったりして、そういう魅力もあって、いや、とても見ていてね楽しいキャラでもありましたし、そしてやっぱ気になるのが、幼い頃ね、なんかアイドルに対して思ってたことがあるみたいな、それは後々明かされていくのですかねみたいな感じで、今回も、とても僕は勉強になったということで、あまりそうですね、こう紬さんのプロデューサーの担当の方に失礼がなかったかがとても心配なんですけども、今回はこれで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。失礼いたします。